田中誠一は、アメリカの太鼓奏者、サンフランシスコ太鼓道場総長、アメリカ太鼓連盟会長。サンフランシスコ太鼓道場の演奏1943年、東京と生まれ、千葉商科大学省経学部卒業。大学在学中は、少林寺憲法部に在籍。大学卒業後、1967年アメリカへ移住。移住当初、 カリフォルニア州ワトソンビルで農業労働者としてイチゴつまみに従事。1968年北カリフォルニア最大級の祭りである北かさくら祭りにおいて和太鼓のソロ演奏を契機にサンフランシスコで和太鼓道公会を発足。同年、北、アメリカで初となるゴス和太鼓と大江戸女六太鼓を融合させた太鼓道場サンフランシスコ太鼓道場を設立。 サンフランシスコ大鼓道場は創始者である田中誠一の太鼓という言葉をジャパニーズドラムと訳さずに太鼓としてアメリカ文化に浸透させたいとの夢が根底にある。半世紀以上にわたり一貫してアメリカを中心に日本の伝統楽器である和太鼓の演奏と指導を通じその魅力を伝える活動に注力。2001年に アメリカ合衆国版人間国宝とも言える、2001、ナショナルヘディティジフェローシップ受賞、米国版重要無形文化財保持者に認定。2003年7月4日、在サンフランシスコ日本国総領事館において、外務大臣表彰を受賞。2013年秋の叙勲で、朝日、総密秋を受賞。2018年サンフランシスコ大古道場50周年。 記念レセプションを開催。サンフランシスコ大小道場のパフォーマンス。ありがとうございます。